こんにちは。なるほど。ありがとうございます。
こんにちは。ありがとうございます。帰って。こんにちは。
すみません。じゃあ、また。またね。
マジかよ。のかな。怖いよ。先生、ありがとう。
先輩、私ね、考えたの。カナミの活躍のことを聞いたとき、頭真っ白になったの。なんでかなって。だって私は、アイドルがもう嫌で芸能界を飛び出したはず。だったら、何も問題ないはずなのに。なのに、やっぱり悔しかったみたい。なんでだと思う？うん、先輩も分かってたんだけど、本当そうだよね。スポットライトに照らされてもてはやされていたリセチ、それもやっぱり私で、その私を奪わないで欲しかったんだね。別人になんて慣れっこないんだよね。地味で暗い私から逃げて、アイドルからも逃げて、今度は難事件を解決しようと奮闘する私ってとこ。それもさ、結局逃げてるだけなのかもしれない。ただそんな自分でありたいってだけ、目を背けてるだけ。きっと役目が終わったらまた元通り、本当の私をまた追いかける。全部が私だったのにね。私ね、もう逃げないことにしたの。いろんなことから目を背けたくない。ちゃんと一人の人間の私として、これからは頑張ろうって思う。私、やっぱりこの町に来てよかった。だって先輩に会えたもん。今日は私もう帰らないと。時間なんか止まっちゃえばいいのにな。家族をやり直そうって。先生、ありがとう。これなんですけど。
僕は自分で考えて自分でレールを敷くよ。気づけたから。今度一緒に野球しようね。